先月26日大学生の長谷智也さんが全裸の状態で江別市内の公園で見つかり、その後死亡が確認された事件。事件、直後の容疑者らの動きについて、新たな事実が明らかになりました。逮捕されたのは、長谷さんの交際相手の大学生八木原天容疑者とその友人の川村ハオと容疑者。そして。 少年ら4人の合わせて6人です先月、江別市内の公園で長谷さんに暴行を加え死亡させた疑いが持たれていますその後、容疑者らが向かったのは川村容疑者ら5人が乗っていると見られる車が札幌方面へ走っていく様子を防犯カメラが捉えていました犯行があった日の夜 江別市内の国道十二号を映していた防犯カメラの映像です八木原容疑者を除く5人が乗ったとみられる車が午前3時20分ごろに札幌方面へと走っていく様子が映っていましたその後この車は河村容疑者の実家がある釧路市内で見つかり昨日警察に押収されていますさらに 長谷さんの衣服や所持品についても新たな事実が捜査関係者によりますと逮捕された少年らが札幌市内のコンビニの ATM で現金を引き出す様子が防犯カメラに映っていたということです現金を分け合った警察の調べに対し少年らは長谷さんのキャッシュカードで現金を引き出したと話していてその額は 十数万円と見られています少年らは長谷さんに暴行を加えている最中にキャッシュカードの暗証番号を聞き出したとみられていますまた捜査関係者によりますと先月29日に札幌市内の川で長谷さんのものとみられる衣服が見つかったということですリュックも見つかっていて長谷さんのものかどうか調べているということです 長谷さんが公園で発見されてから明日で1週間、なぜ長谷さんは暴行を受け死亡し、なぜ衣服や金品を奪われたのか、警察が詳しいいきを調べています。